松山市居合二丁目の伊予津彦命神社、通称椿神社で29日、御鎮座2300年を記念したコンサートが行われました。椿神社奉賛会が主催したコンサートには、住民およそ100人が訪れました。椿神社の長曽我部信明宮司が挨拶した後、ゲストで日本の文化を考える会の宮崎義則代表が講演し、ジャズシンガー古賀達代さんが歌声を披露しました。山口県出身の古賀さんは、同じ山口県出身の宮崎代表が作詞した子守唄など5曲を含む10曲を熱唱しました。今も愛ゆく、来場者はテンポのいいリズムに合わせて響く伸びのある歌声に静かに聞き入っていました。